どうもこんにちは、もやです。芝居で芝居太郎っていうことで、あの芝居4体で、やってみました。友達のね、ゆうきゃんと一緒にやってた動画で2倍速でお送りしてるんですけれども、まあ使ってみた結果、あのまあメテオ4はいらないなみたいなところですね。まあ遊び心のある遊びの動画です。芝居4でやってみたっていう感じです。はい。で、結果、まあ言えることは、あの源内どうしたみたいなあの源内の立場がなくなりましたねっていう感じですね。あの芝居のやっぱ短距離拡散がめちゃ強いのと、メテオもすげえダメージ入るの でステータスも遜色なくいけちゃうので、あどうした源内みたいな。もうこれで源内はね、あの絶賛外れキャラになったでしょ多分前まで源内はメテオで欲しいなと思ってた人多分いると思うんですけど、まあいらないってなっちゃうんでね。はい。まあ本来だったら2編成ですがね、2か1いれば十分ぐらいな感じのキャラクターではあるけれども、まあかっこいいしね、メテオ強いし、短距離拡散でバババババってダメージも与えられるしで、結構あの使ってて楽しい。ただスピードがめっちゃ速いんで、ちょっとイレギュラーバウンドが多いのかなって思われます。なんか本来そこで止まるところが抜けてっちゃうとか、なんか心なしか多かったかなって感じます。はい。そうこうしてるうちに中ボス一面なんですけど、中ボス一面抜けて、あのボス、ちなみにこの動画ボス二面抜けてから、あの超グズグズです。あのマッチ狙って見事に入らないっていう動画なんですけど、まあザコメは綺麗に倒せてます。比較的綺麗に倒せてます。いやー、源内残念ですね。源内がひたすら残念です。もうこれで芝居を運極にするのはみんな多分やるでしょうっていう感じですよね。めちゃ強いですね。で、神化の方があれ、もしかしたらアルカディアで使える可能性が高いというような感じですけど、まあバールでこと足りるかなとか思ったりもするんですけど、どっちがいいんですかねってなった時に、まあ芝居かなっていう感じになるんでしょうかね、おそらく。はい、ボス一面でーす。まあ、完全にアバロンなんかもう遊び心を持って、なんかこうだこうだ、えいえいって書いてやってると調子こいてるとやられちゃうんですよね、最近は。はい。ボス目から結構ぐずります。ただ普通にやってて、勝率割と悪くなかったので、ただちょっと火力不足かなっていう、やっぱメテオだけだと、やっぱ最後そのマッチ入んなかった時に倒しきれないシーンがちょろちょろとあったかなって思うんで、まあ入れても2編成なのかな、2編成。まあ運枠4でもいけちゃうのかなとか思うんですけどね、山竹2と芝居2で結構安定できちゃうのかなって体感は思いました。はい。まあ結構このユーキャンってやつはよくモンストやってる仲間ですけど、結構楽しいですよね、一緒にやってて。はい。はい。バイク倒しに行くんですがミスります。ここら辺からね、グダグダですグダグダです。ただメテオ4があるんで、最終目の雑魚排除においては全くもってあのストレスなく行える感じです。メテオが強い、拡散弾が強い、短距離拡散が。はい、マッチミス。ここら辺からちょっとぐずります。でもぐずってもまあ全然倒せますよね。倒せたんで比較的に本当強い、優秀なキャラです。ただスピードが速い。はい、マッチミス。はい、アバロンの可愛い声が聞こえましたね。もう芝居とか元がないですよね元が全くない。はい、とメテオ三昧ですね。メテオ三昧、安全排除。はい、ここら辺からマッチを狙っていくんですから、まあまあまあしょぼしょぼのシーンですからね。しょぼしょぼですからここら辺は。で、最後のあの倒し方ちょっと注目して見てもらいたいんですけど、あのもう結構もうだから、もうここまで来るとなんか結構安全じゃないですか。まあちょっと HP 辛いところではあったんですけど、もう結構余裕を持って戦ってるんですけど、ここら辺からちょっと面白いです。で、あと6ターンで仕留めなきゃいけない。で、マッチをすごい狙っていくんですけど、まあ入らないまあ入らない。まあ見事に決めたやつもあったんですけど、なんかこっちの方が面白いなと思ってこっちの動画を使ってる感じです。まあ、ここ、まあここもマッチ狙うが入らない。で、ここも入らない。で、あとちょっとだったんですね。で、あとちょっとナメプして入れ番してからのちょこんとソフトバッチで、スピクリ逃してますけど、ね。はい、
まあ、芝居使ってみた結果、かなり強かったです。なので、運極にしてアバロン周回にかなり使えると思います。はい、っていう、なんか芝居についてだけの、ちょっと語ったような感じの動画となっております。はい、ご視聴いただきありがとうございます。またのご視聴よろしくお願いします。それでは、バイバイ。